待たせてしまったかな。平気よアルフィノ君。ここのマスターさんがスパイスワインを勧めてくれてね、風味豊かな味わいを楽しんでいたところなの。キブリオンさんのスパイスワインは薬効で体もほかほかになる、まさに絶品なのです。確かに美味しかったわね。でもワインの品評よりも重要な話があるんじゃなくて。そうね。それじゃあ本題に移りましょうか。エスティニアンさんのことなんだけど。何か分かったのかい？ちょっと焦らないで。まずは現時点で判明している情報から整理しましょう。魔大陸での出来事を思い出してちょうだい。確かあなたはこう証言していたわね。エスティニアンが二つの竜の目を手にした直後、突如として苦しみ始め、邪竜の影と化してしまったと。確かに、ファルコンネストに現れたエスティニアン殿の鎧には竜の目らしきものがついていた。そんな生優しい状態ではなさそうよ。私が見たのは竜の目から発する魔力が複雑に絡みつき、エスティニアンのエーテルをほとんど覆い尽くす様だった。そんな、エスティニアン殿は完全にニーズヘッグと化してしまったと。だからそう結論を急がないの。ヤシトラさんも言ったでしょ、ほとんどって。私もあの場では圧倒されてしまったけど、確かに邪竜の影には違和感を感じていたのよ。でもヤシトラさんの話を聞いて確信したわ。あの違和感の正体は邪竜が放つ怨念の感情に沈殿した別の意志の痕跡なんじゃないかって。それじゃあ、私が見たかすかなエーテルの輝き、クルルが言葉の壁を越える力で感じた違和感、それはエスティニアンの魂の存在を示している。竜の目を引き剥がすことができればエスティニアン殿を救えると。それはわからないわ。一つの肉体に同居した人と竜の二つの魂を分割したことなんて、ここにいる誰もがないのだから。それでも希望があるなら私は諦めない。絶対にだ。アルフィノ君、確かに希望はあるわ。でも注意してちょうだい。うまくいって竜の目を切除できたとしても、エスティニアンさんの魂が耐えられる保証はないわ。引き剥がした人が新たな邪竜の影にされないとも限らない。危険は承知の上さ。辛抱強くチャンスを待ち、竜の目を引き剥がす。あとはエスティニアン殿の魂の強さを信じるだけだ。こちらにいらしたのですね、皆さん。フォルタン伯爵邸に神殿騎士団よりの使いの方がいらっしゃいました。アイメリク様がお二方と面会したいとのことです。はい。アイメリク卿が？了解した。わざわざ伝言を届けてくれてありがとう。それじゃ
私たちは任務に戻るわ。わかった。こちらの件は任せてほしい。ヤシトラ、クルルさん、いろいろとありがとう。それじゃあ、先に神殿騎士団本部へ行っているよ。アルフィノ君、ちょっと焦ってるみたいだから、よろしくね。あくまで友を救うつもりか。さて、どう動く我が子らよ。ファルコンネストでの記念式典は、人と竜との交流の再会をことほぐものとなるはずだった。しかし、青の竜騎士の体を奪った蛇竜の影の介入により、式典会場は竜の血に染まってしまう。かくして、イシュガルドの民は、竜騎士戦争の終結には程遠いという現実を思い知らされたのである。恐怖を裏返した熱情に煽られ、皆が口々に叫んでいた。蛇竜を倒せ、蛇竜を倒せと。